皆さんこんにちは。ロサンゼルスからエミです。今起きました。ちょっとドキドキしております。と言いますのはね、今ねゆかりんからこんなニュースが。エミさんおはようございます。お久しぶりです。体調は大丈夫ですか？どうかに検査されるのですよね。何もないことを祈っています。ありがとう。そんな時にすいません。これってどういうことなのでしょうか？見てびっくりしてしまって、何かの間違い、真相が知りたいですね。ということでね、こちらが送られてきたんですよ。これは風さんのインスタのアカウント情報なんですけれども、もう注目すべきはこのアカウント所在地米国ってとこですね。そしてゆかりも風さんアメリカに移住するのでしょうか？ということで、私も急いで見てみましたよ。まあ私が見てもね、まあこれユナイテッドステイツって書いてあって、まあ同じことなんですけれども、これね、所在地ってどういうことなのかなということでちょっと調べてみたんだけどね、ちょっと私もねはっきりとはわからないんですよね。今アメリカにいるからそうなのか、風さんが意図的に書いたのかというのはちょっとわからないんですけれども、でもどちらにしろですよ、風さんは今米国にいるっていうことは確実なようですよね、っていうのがこれでわかりますよね。もうそれだけでも私はもうドキドキしてしまいました。もうね、検診にももう月曜日に行くっていうのに、もうまた心臓に悪いと思ってしまったんですけれども、でもこれはね配信するのやめようと思ったんだけど、いや配信せずにはいられないで今ちょっと配信してしまっているんですが、いや確実にこれはアメリカにいますね。風さんどこでしょうか？そしてそのついでにね、もう一つ気づいたのが、風さんのこのインスタのアカウントね、これ前はミュージシャンだけになってたと思うんですよ、少し前までは。でも今はイングリッシュワーナー、ガッドラバー、ベジタリアン、カゼタリアンになってますね。これなんかミュージシャンだけだったよねと私は思ってたんですけども、もし分かる人がいたら教えてほしいんですけども、あ、こういう風に変わってるなとも思ったんですけどね。いやもう何かが起こるよねこれね。何かが起こるのは確実だと思うんですけど、何でしょうか？ということでね、ちょっとドキドキしている私でございます。ということで、また何かあったらお知らせさせていただきますね。エミでした。ではまた。